我らは復讐を誓う地獄よりの使者ベルトロ。クソテロリストめ。ベルトロの亡霊め。亡霊じゃないわ。彼らはこの船にいる。奴らあのウイルスでまたテラグリジアパニックでも起こす気か。奴らの望みはテラグリジアパニックの真実、その裁きさ。ジル見てくれ。どうやら船の動力自体が止まってるぜ。非常用電源は生きてるが、通信システムは主電源管理だ。動力を復旧させなきゃそもそも機能しない。こいつを持っていけ。動力を復旧させたいんだろ。その鍵でここの1階からカジノを抜ければ船底へ続くリフトがある。それと一つだけ聞かせろ。ここに来るまでに FBC を他に見なかったか。パートナーのレイチェルと連絡がつかない。くそ。あいつも船底へ向かったはずなんだが。私たちにレイチェルを探させたいのかしら。動力の再起動が先だ。
金持ち船は違うね。オペラハウスの次はカジノと来たが。何？まずいな、ジル。こいつはウイルスだぜ。こいつら、さっき映像で見た。これもあのガスマスクの仕込みか？いい仕込みしてるね。やっと静かになったわ。ジル、見ろよ。コイン増やそうってのか。好きだぜそういう考え。リフトだ。素直に動くといいんだがな。ジル、リフトはダメだ。起動キーが抜かれてる。鍵を探さないといけないわね。ああ、俺はもう少しこの辺りを調べてみる。お願い。私はこの先を捜索してみるわ。
そういえばレイモンドのパートナーも船底へ向かったと言ってたよな。鍵を持ってるのはレイチェルじゃないか。だがどこにいるのやら。心当たりはあるわ。君が見つけた身元不明の女のことか。ええ、違ってくれるといいんだけど。ここで見たクリスは人形だった。本当の彼はどこに？
ここだわ。彼女が…ジル、どうした？目標に遭遇したわ。でも彼女はもう…感染していたってのか。逃げられたわ、ダクトに。ほんだ、リフトの鍵はそいつが持ってるかもしれん。ダクトならどこかに繋がってるはずだ。了解、追跡するわ。俺もすぐそっちに向かう。
短時間で全身転移するなんて、今回のウイルスは恐ろしく強力だわ。やはり彼女がレイチェルだったのね。FBC もベルトロに騙されてここに。わからん。だが使えるもんは使うが吉さ。どうせ俺たちにとっても動力回復は急務だ。船底に向かおう。何か聞こえる。いざ地獄の底へ。